So, hallo, es gibt Sachen nachzuholen. Und wir fangen am besten sofort an. Ja. どうしたの、ランカちゃん。何か悩み事？あ、お姉ちゃん。悩み事ってほどじゃないんだけど、ちょっとね。何何？私でよければ相談に乗るよ。ううん、そんなに大したことじゃないの。大丈夫だよ。やだな、水臭い。たった二人の姉妹じゃない。遠慮しないで、お姉ちゃんに何でも話してみて。本当にいいの？うん、もちろん。さあさあ。Es kann nicht so schlimm sein. Oder? 実は。Oder? 実は？ Oder?どうすればお姉ちゃんに悪い虫がつかないようにできるかなってずっと考えてたんだ。わ、悪い虫？そう、悪い虫。こんなに魅力いっぱいのお姉ちゃんだもん。みんな狙っててもおかしくないし、っていうか狙ってるし。そんな心配する必要ないよ。だってみんな女の子なんだよ。お姉ちゃんのあふれる魅力の前に性別は関係ないよ。その証拠に私だってお姉ちゃんのこと。え、何？うん、なんでもない。とにかくお姉ちゃんは無防備なところがあるから私心配なんだ。そっか、心配してくれてありがとう。でも大丈夫だよ。どうして？だって私にはランカちゃんがいるから。え？さあトレーニングしに行こっか。病気を治すためにもしっかり強くなっておかないと。あ、待ってよお姉ちゃん、今なんて言ったの？今のどういう意味？内緒。ずるいよお姉ちゃん。なんや、irgendwie schon knuffig。ねえ、小春ちゃんはお友達と遊んだりしないの？wo ist dieser Ort hier? Wo sind wir? 唐突ですね。ちょっと気になったから。ほら、小春ちゃんって一人でいることが多いなって。そうですね。基本一人でいる方が気が楽ですし、落ち着きます。そうかな。友達と過ごす時間も大切だと思うよ。リンカさんに言われると不思議と説得力がありますね。じゃあさ、よかったら私と一緒に遊びに行かない？リンカさんと私が？ Yeah, sure, why not? うん。なぜ？なぜって、私が小春ちゃんと遊びたいと思ったから。それに私たち、友達でしょ？私たち、友達だったんですか？ Yeah, sure. Why not? そんな真顔で切ないこと言わなくても。ごめんなさい。今まで、私にそんなことを言った人はいなかったので、少し驚いてしまって。みんな、パートナー目当てだったり、私に勝とうとする人ばかりでしたから。そっか、小春ちゃん強いもんね。みんなの目標なんだよ。私も小春ちゃんに憧れてるし。でも今は友達として一緒に遊びたいなってそう思ったから。変わった人ですね、リンカさんって。なんでかな、よくそう言われるんだよね。私はちっとも変わってないと思うんだけど。いいえ、だいぶ変わってます。そうかな、小春ちゃんにまで言われると気になってきちゃった。変わってると思うけど気にする必要はないと思います。リンカさんはリンカさんのままでいいんじゃないでしょうか。ああ、so nice。 うん、小春ちゃんにそう言われると気にしなくていいような気がしてきたよ。リンカさんって面白い人ですね。それでどうかな、
遊びに行くけん。はい、何事も経験です。私でよければお付き合いします。本当？よかった。それじゃあとりあえず町まで行ってみようか。お任せします。今日は初めて小春ちゃんと一緒に遊ぶ記念日だね。記念日だなんて大げさでしょう。でもなんだか悪い気はしませんね。それじゃあ行こっか。はい。Oh, that was so cute. Und jetzt kommen wir zu dem naiven Punkt. Namentlich Mann Pokumaru. Yahoo! Rin-chan! Ah, Manpukumaru-chan! Konnichiwa! Doko ni iku no da? Oishii mono o tabe ni iku nara, Manpukumaru-chan mo issho ni iku no da! Zannen nagara chigau yo. Ka-k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 a!満腹丸ちゃん、美味しいものを食べに行く以外に一体何の目的があって歩くのです？そんなにショックだったの？というか私のことどんな風に思ってるの？それはもちろん食べ友なのだ。食べ友？美味しいものを一緒に食べる友達なのだ。いつの間にそんな友達に。え？違うのだ？満腹丸ちゃんとリンちゃんはお友達じゃないのだ？ Das war nicht so gemeint. ううん。私と満腹丸ちゃんは友達だよ。もちろん。よかったのだ。じゃあ、美味しいものを食べに行くのだ。どうしてそうなるのかな？食べ友だからなのだ。だよね。でもごめんね。今日は別の用事があるんだ。ガガガーン、食べる以外に用事が。それはもうさっきやったでしょ。そうだったのだ。用事って何なのだ？ちょっと日用品を買いに行こうと思って。なるほどなのだ。だけど一緒にご飯は食べてくれないのですね。やっぱりリンちゃんと満腹丸ちゃんは友達では。そうだな、私の用事が終わった後でならいいよ。本当なのだ？うん、本当。わーい、やっぱりリンちゃんは優しいのだ。だから大好きなのだ。もう満腹丸ちゃんたら調子がいいんだから。いい、そうと決まれば早く用事を済ませるのだ。わかったから、そんなに引っ張らないで。Naivität kann manchmal echt knuffig sein. So, dann jetzt Momo. Na dann. Ah, Momo-chan! Oh, Rinko. 今の会話の流れでどこか笑うようなところがあったか？ないんじゃない？じゃあなぜ笑った？気持ちの悪いやつだ。ももちゃんが私のことを名前で呼んでくれてるなって思って。それがどうかしたのか？ほら、前は神楽坂の姉の方だったでしょ。少しは仲良くなれたのかなって嬉しくって。便宜上そう呼ぶのが楽なだけだ。喜ぶようなことじゃないだろ。喜ぶようなことだよ。だって私ずっとももちゃんと仲良くなりたいなって思ってたんだもん。私と？なぜだ？なんでだろう、すごく可愛いから。何を言っているんだお前は。でも本当のことだし。からかうな。自分で自分が可愛くないなんてことぐらい知っている。そんなことないよ、ももちゃんはすごくすっごく可愛いよ。よせ、大きな声でそういうことを言うのはやめろ。可愛いと言うなら私じゃなくてリンカの方だろう。Warum küsst ihr euch nicht einfach? Jetzt wurde Witz. え？私？ Das würde die Sache wesentlich schneller hier beenden. そうだ。素直で誰にでも優しくて面倒見がいい。
それに胸も大きいしな。ihr habt, was das angeht, alle dasselbe Grundmodell. 胸は関係あるのかな。でも、ももちゃんが私のことをそんな風に思ってくれていたなんて嬉しいな。ちょっと照れちゃうけど、ありがとう、ももちゃん。礼を言われるようなことじゃない。それと、ももちゃんが可愛いっていうの本当だからね。やめろと言っただろ。誰かに聞かれたらどうするんだ。別にいいじゃない、本当のことなんだから。あ、疑うんなら他の誰かにも聞いてみよっか。よせ、私が可愛いかどうかなんて他の誰かに確認するな。ダメなの？ダメだ。どうして？他人にどう思われようと関係のないことだ。それに、それに、リンカが私のことを可愛いと思ってくれているならそれで十分だ。 Okay, wer ist noch dafür, dass sie jetzt sich einfach küssen und die Sache ist beendet? Na. そっか。じゃあ他の人に聞くのはやめておくね。絶対にだぞ。約束を破ったら殺すからな。いいな。はあ、言っちゃった。ももちゃんってば本当に可愛いな。Okay, ich werde mal deinen Geschmack nicht in Frage stellen. Was soll ich machen? Rinka. Das ist meine Entscheidung. Wer soll ich machen? Nanka-chan. Okay, mach's mal. Die einzig logische Schlussfolgerung ist ja jetzt, dass wir die ganzen Gespräche noch mit Rinka nachholen. Na dann, los geht's. どっちにしようかな。ランカさん、何を悩んでいるんですか？私でよければ相談に乗りますよ。あ、月影。いや、そんなに大した悩みじゃないんだ。食後のデザートに何を食べるかって話。可愛らしい悩みですね。こっちは真剣なんだよ。天使のストロベリーグレネードパフェにするか、それともイチゴエンゼル爆弾パフェにするか。どちらも美味しそうな名前ですね。そうなんだよ。しかもお値段はどちらも一緒。そんなに迷うなら両方頼んでみては。かー、分かってないな。両方選ぶなんてのはどっちのデザートに対しても失礼でしょ。失礼ですか。なるほど。それに、それに、両方食べたら太る。Diesen Satz würde Banpokumaru nicht verstehen. By the way, mir fällt gerade etwas ein. Ich glaube, es war der erste Shrek-Film, wo Esel gesagt hat, hast du schon mal Leute gefunden, die, also hast du schon mal so jemandem gesagt, lass uns Parfaits kaufen und der sagt, ich mag keine Parfaits? Ich wäre diese Person. Ist mir gerade mal so eingefallen. Also ich wäre die Person, die sagt, ich mag keine Parfaits. どうしようかな、迷うな。ではこうしましょう。ランカさんと私がそれぞれ別のものを頼む。そして半分こする。月影、お前、あ、それもやっぱりデザートに対して失礼な行為でした。ない。なんて素晴らしいことを思いつくんだ。やっぱり5期生筆頭は違うな。そうしよう、ぜひそうしよう。かわいい。ん？へい、お待ち、イチゴエンゼル爆弾パフェと天使のストロベリーグレネードパフェね。あ、いただきます。おいしい。 Ich hab da mal noch so eine Frage. Wenn Echigoya, glaube ich, hieß sie, ne, mit vollem Namen, wenn sie die ganze Zeit nur als Hologramm herumfliegt, wer oder was gibt den Mädels da gerade die Parfaits? よかったですね。よければこちらのもどうぞ。
ありがとう。月影も食べて食べて。ええ、いただきます。おいしい。パフェってこんなにおいしいものでしたっけ。友達同士でおしゃべりしながら食べるのは楽しいよね。味まで変わるかどうかは知らないけど。あのランカさん、またこんな風に一緒にデザートを食べてくれますか。いやって言ったって引っ張ってくるよ。カロリー過剰摂取の罪悪感は分かち合わないとね。そんなことをしても痩せるわけでは。いえ、そうですね、ランカさんの言う通りだと思います。Warte mal, jeder hat ein Parfait. Sie teilen sie jeweils und geben die Hälfte ungefähr dem anderen oder so ein paar Bissen. Es kommt im Grunde auf dasselbe hinaus. Beide haben ein Parfait. Ja. Hat, es hat nicht wirklich was mit Gewichtszu- oder Abnahme zu tun. Oh, Tsukikage, 意外と話が分かるじゃない。さあ、食べよう。いただきます。Am Endergebnis und der Menge wird am Ende nichts sich ändern. So. Meine Pokumago. Ah, das wundert mich nicht. Hiya! Gorgeous Strawberry Parfait! Omachi! Bye! Itadakimasu! Hop! Shiawase na no da!疲れた時は甘いものだよね。お姉ちゃん早く来ないかな。ゆるゆると食べていたら来るのだ。食べ終わっちゃったらまた頼めばいいですし。そんなに食べたらお腹壊すよ。そういや満腹丸ってお腹壊したことってある？なったことないですね。鍛えてるから。そっか、鍛えてるか。なんかずれてる気がするけど、まあ、いっか。Du hast also deinen Magen trainiert. いちごの酸っぱさとクリームの甘さが混ざり合って幸せなのだ。この島に来て本当に良かったのだ。ランちゃんにも会えたし。ああ、うん。そう言ってくれると嬉しいかも。多分。本当言うと、お姉ちゃんと二人だけで不安だったんだ。いいところだって話だったけど、まさか毎日戦わされるとは思わなかったし、びっくりだったよ。満腹丸ちゃんはピクニに来れば美味しいものがいっぱい食べられるってそう聞いてたから来たのだ。Echt jetzt? でもポイントを稼ぐのも一苦労なのだ。たくさん稼がないとたくさん食べられません。しょんぼり。いや、そうです。leider im Leben。deswegen gehen andere Leute arbeiten。あ、スプーンを落としてしまったのだ。ですが安心。マイスプーンを使います。What? へえ、マイスプーンなんて持ち歩いてるんだ。ガーターベルトのところにこうやって挟んでるのだ。便利ですよ。色気も食い気で台無しだな。あ、反対側は何があるの？こっち側はフォークを刺しているのだ。Das wundert mich nicht. Und wo ist das Knife? 急に試食とかランチにお呼ばれしてもこれがあればノープロブレムなのだ。なるほどな。ただちょっとだけ困ることがあります。あ、ナイフがないね。はずれー。フォークで刺して丸飲みすればこと足りますし。ただそのフォークがくせ者なのだ。座ったり立ったりするとフォークの位置関係で太ももにグザッと。バス。ああ、痛そうな話は禁止。痛そうじゃなくて本当に痛いのだ。それこそピョンって飛び上がってしまうのだ。dann positionier die Gabel woanders。ほら、ここ。ま
だ跡が残っているのだ。 Oh my god. 本当だ。3つ並んで傷がある。ちょっと待って。そのままスカート託し上げてて。Was? 何なのだ？絆創膏を貼っておいてあげるよ。ほら、これでよし。ありがとう、ランちゃん。可愛い絆創膏なのだ。意外と女の子らしいのだ。意外ととか言うな。ん？なんて。私もいつも訓練とかで傷だらけだしさ、お姉ちゃんに持たされてるんだ。お互い苦労しますな。そうだね。ま、絆創膏ならいくらでもあるからさ、お互いに頑張ろうよ。うん、頑張って食べるのだ。 Work hard, eat hard. Die hard. No. Okay. Nur noch Momo. ふぅ、今日もたっぷり汗かいたな。遅くなっちゃったけど、ご飯の後はお風呂に入ろっと。え？え？な、何？え？うん、それほど汗臭くはないぞ。むしろ程よく心地よい香りだ。それに凛花に負けず劣らず柔らかい。Rude? And scary, but rude? うわぁ！クズリュ！何人の匂いを嗅いでるのさ！お前は犬か！私は犬ではないか。わかってるよ！それにいきなり後ろから現れるなっていつも言ってるでしょ！あと、胸を揉むな！お尻を触るな！変なところに指をはわせるな！Oh, man. 注文の多い女だな。思春期か。うっさいな。そうだよ。思春期真っ只中だよ。文句ある？ Tust du? Ich dachte, du wärst ziemlich froh, von zu Hause weg zu sein. 安心しろ。私も思春期全開丸だ。何そのちょっと満腹丸に似てる感じ。実は私も風呂に入ろうと思っていたんだ。だが先にバイオラが入っていてな。Habt ihr nur ein Bad auf der gesamten Insel? 別に一緒に入ればいいじゃん。確かにバイオラはうるさいし、お風呂に入りながら下手くそな歌を歌うもんね。私は一緒に入りたくないけど、クズリュウはどうぞどうぞ。私はランカと一緒に風呂に入りたい。え？な、何それ？どういうこと？シャンプーだ。え？は？髪を洗うとき、目をつむらなければならないだろう。あれだけは、私一人では遂行できない。子供か！以前バイオラに頼んだんだが、あいつは手伝ってくれなかった。それどころか、高笑いをしながら、目を開けられない私の耳元で歌い続けたんだ。あれは屈辱だったぞ。Hab ich da gerade das Piepen von einem Handy in meinem Headset? Handy, du liegst am anderen Ende des Raumes. Wieso eigentlich? Aber du liegst auf jeden Fall am anderen Ende des Raumes. Wie kannst du Einfluss nehmen auf... Oder ist mir eingebildet? Keine Ahnung. Level ist hoch. Ranka würde meine Haare waschen, oder? So dachte ich, dass ich hier warte. Hm. Warte, warte. Wie lange? 1時間半ほど。Was? そんなに？っていうかバイオラお風呂長いな。ランカが来ると思ったら何日でも待つが。こいつはなんでこうたまに可愛い顔するかな。Das denke ich mir jetzt gerade allerdings auch. Das ist schon irgendwie auf eine merkwürdige Art und Weise knuffig. で、お風呂に入るのか。入るよ、入る。クズリュウも一緒に入るでしょ。ランカが入るなら入る。Entscheidet euch, einer muss anfangen. 子供かっての。もうほら、さっさと行こう。ふむ。ランカが髪を洗うときは、私が手伝ってやる。いいよ、別に一人でできるから。何？
どうやって一人であのミッションをこなすというんだ。ぜひ弟子入りさせてくれ。弟子は取らない主義なんだ。後で越後屋でシャンプーハットを買ってあげるから。シャンプーハット、それはどういう装備なんだ。とにかくお風呂入ろう。行くよ。待ってくれ、私も一緒に入る。Okay, das heißt, wir können jetzt wieder anfangen, die Liebe zu sammeln. Spürt ihr die Liebe? Hey! Dore ga ii kana? Kore da! Tsugi wa... Kuzuryu! Ryokai. Dore ni suru? Kore ni suru? Rinka.どれにしようか。これに決めた。誰と交代しようかな。バイオラちゃん。はあ、待ちくたびれたわ。どれにしようかしら。決めたわ。代わってあげるわ。マナ。かしこまりました。メアリーバーオー。どれにいたしましょう。選べません。Gut, dann können wir jetzt weiter mal mit der Hauptstory, wa? Na dann.